どうも皆さんこんにちは、モノグラフの堀口です。まだねちょっと病み上がりなので、今日はですねゆるっと、東京ボタニカルライフですね、僕が好きに、この趣味の植物について語る企画ちょっとやっていこうと思います。はい。で、今日ね何を話するかというと、まあこれですね、あの未生の子たち、こうねちっちゃい種からね育てているコナエのね、植物たちなんですけども、このね未生の、 あの今どうなってますかとか、どんな感じ育ってますかっていうね、質問が結構多いんですよ。まあ、この僕ね、この棚の上の部分と、この棚の下ですね、ここに本当にもう数えきれないんですけど、多分今1000ぐらいですかね、1000株ぐらいのちっちゃいね、未生の植物たちを育ててます。主にパキポディウムとかアガベとかね、多肉系のものが多いんですけども、まあ、この中でね、種をまいてから1年半ぐらい経ってるものがあるので、まあ、ちょっとね今日はその成長記録ということで、動画にしようかなと思います。まあ、結構パキポとか、ね、アガベの未生はやってる方も最近増えてきたので、まあ、大体ね、まあ、僕の場合だとこんな感じで育ってますっていうね1個参考にしてみてもらえると嬉しいです。ちょっとじゃあ何個かね出してこようかな。まずはちょっと小さめのところから見せていくんですけれども、これですね今年まいたパキポディウムのグラキリスですね。多分6月ぐらいに巻いたので、まあ、2ヶ月ぐらい経った状態のグラキリスですね。まあ、これぐらいのグラキリスが一番可愛いんじゃないかなと思うんですよね。本当にこのぷっくりしたこのね、幹の緑色のねところからわさわさっとねこの葉っぱが生えていて、こんな感じでね育ってくれています。もうちょっとねこれが太くなってきたらね、ギチギチになってきたらね、それぞれ別々の鉢に植え替えてあげようかなと思うんですけども、まあ、いかんせんですね、もう僕の家にこのぐらいのねグラキリスが本当にもう5、600ぐらい今いるので、ちょっとねこのちっちゃいうちはこのね、一緒にみんなね一つの鉢でちょっと育ってもらおうかなと思ってます。まあ、これはね本当に最初のね状態ですね、1ヶ月2ヶ月ぐらいのところで、こんな感じだよっていうのをちょっとね見てもらえればね分かりやすいかなと思います。この時期のパキポディウムはとにかくね水切れが心配というか、あんまりねこう水をね保持しておく能力がまだ高くないので、水はねもうジャブジャブ上げてあげるようにしてください。まあ、この、鉢もですね赤玉の小粒ですね、水もちを優先して配合にしてます。でそれでね本当にこうほぼ毎日ぐらいかな水をあげてるっていう形ですね。まあ、水をねたくさんあげてもしっかりね光を当ててあげればあんまりねこう徒長はせずこうひょろひょろとね伸びることもないので、どちらかというとこうね水を絞ってこういい形を目指して枯らしてしまうよりは、この時期はねジャブジャブ水をあげてあげた方がいいと思います。でそれでね、まあ、大体この LED で1年半ぐらい育ててあげたのがねこちらになってます。これは結構ねうちの中でも割と形がいい株なんですけれども、同じパキポディウムのグラキリスですね。まあ、この状態からですね1年半ぐらいかけて、まあ、この大きさになりましたっていうものです。まあ、ここまで来るとね、まあ、そろそろあの次のね、まあ、春かな、次の来年の2023年の春ぐらいにもしかしたら花とか咲いてくれると嬉しいなっていうぐらいの大きさなんですけども、まあ、こんな感じになってますね。まあ、他にもねあのこの世代のものは、たくさんあって、まあ、これとかちょっとねモンスターっぽいんですけど、たくさんねこの、まあ、葉っぱが成長点がね、出てきてわさわさとね増えてたりするものですね。これも同じく1年半ぐらい経ってるものです。これもね、まあ、1年弱かな、だいたい9ヶ月ぐらいのものなんですけれども、まあ、これぐらいのね大きさに育てたりもしますね。で、まあ、結構このね成長の速さなんですけど、僕がねこう見てる感じ、まあ、LED で育ってる感じだと、あの水をねやっぱり切らさないことですね。あの水をね絞っちゃうとこの木質化、まあ、基質化っていうのかな、このね表面がこの最初緑だと思うんですけど、これがねあのどんどん灰色になってこう茶色くねこう木っぽくなってくるんですね。でその、木質化すると結構ね、成長が止まってしまいます、このパキポディウムのねグラキリス。でこのね緑の青々とした状態がこうね保てると結構ね早く大きくなるんですよね。なので、まあ、本当にね、まあ、これぐらいのコナエの時はとにかく水を切らさずにですね、水をジャブジャブ上げてこう光をねバンバン当ててあげて育てるっていうことをね、意識してます。まあ、ちょっとね LED の話もしとこうかな。僕のね、この部屋の中ではこの棚のね、この下の部分、こことここに LED をつけて、この植物を育てるんですけども、あの生育に関して言うとね結構やっぱ LED の性能にね
よりますね。使ってるものでだいぶね速度が違うなというか育ち方が違うなと思うんですけど、やっぱりねいいのはサムスンの、LB だったっけな、ちょっと後でね、これに型番を書いておくんですけど、まあ、この以降のね LED に関してはかなり育ちがいいですね。光のスペクトルがいいというか、他のねちょっと安めの LED とかだと若干早けを起こしやすかったりとか色が変色しやすかったりするんですけども、このね下で使ってるいくつかの、このね LED に関してはかなりね育ちがいいです。葉っぱもね青々と育つし、まあ、光量もねしっかりあるのでめちゃめちゃバキバキに育ってくれてますってものですね。まあ、アガベとかもねこの下で育ってるんですけども、まあ、すごくね形いい感じにね育ってるんですよね。まあ、なのでもしLED ねパネル型のものを選ぶのであれば、僕はねこのシリーズがいいなと思うのでちょっとねおすすめのものは概要欄の方に、書いておきます。はい、で上の方はね月読みの LED 使ってるんですけども、ちょっとねあんまり未消の方はこう場所を取っちゃうので、こちらのパネル型のところで未消をね育ててますっていうところですね。もし未消やるんだったら僕はこの LED のねシリーズがねおすすめです。でこのね、このちっちゃな、コナエたちのねグラキリスが、まあ、たくさんいるんですけども、まあ、それがねある程度成長したら、まあ、こんな形で、これ1号鉢かな、ちっちゃなね1号鉢の、サイズのところにこうね、植え分けてあげて、まあ、この根っこがねあんまりこう絡まらないようにしてますね。で、まあ、このサイズのグラキリスが、まあ、100ぐらいですかね、今うちの中にいるっていうところですね。まあ、この辺が、まあ、大体1年弱の子たちで、さっきね見かけたちょっと大きめの子たちですね、こういった子たちっていうのは、今後ですねちょっと花を咲かせて種とか取りたいなと思ってるので別のね鉢にまた植えてあげて今育ててるっていう現状です。結構1年とか1年半でもこれぐらいぐらっきりですね育つので、未生ね、ぜひね気になるっていう方は挑戦してみてください。他にも未生で育ててるものとしてはこれセンナですね。センナのメリディオナリスってやつと、まあ、ちょっとこれねアデニウムを一緒に埋めちゃって、こうねちょっと根菜の鉢になってるんですけども、こちらのセンナですね、こういったものも育ててます。でこれはね大きくなるとこんな形、ちょっとこの豆花っぽいですね、ちっちゃな葉っぱがたくさんついた盆栽シックにね育てられる植物になるんですけども、これはね大きくなったセンナですね。でこっちが、まあ、大体、これね3月なので、5ヶ月目か、5ヶ月ぐらい経った状態のセンナメリディオナリスですね。まあ、これもねこのちっちゃな粉やからねこんだけ大きなねわさっとした、この大人の木になってくれたら嬉しいなと思って育ってるんですけど、結構成長早いですね。このセンナもすごいニョキニョキね、枝たくさん出してくれるので結構早くねこの状態までいくんじゃないかなとね個人的には思ってます。これもね LED の相性がすごくねいいなと思う、植物ですね。結構センナはね個人的な感想ですけど発芽率結構いいというかね、時間はかかってもねだいたい発芽するねことが多いので、まあ、そういった意味でもね挑戦しやすいんじゃないかなと思います。僕もねすごい気に入っている種類ですし、まあ、ちょっとねこれも挿し木というかねこの枝からまた増やせるっていうのがあるのでちょっとその辺もね今後チャレンジしてみようかなと思ってます。続いてこちらはパキコルムスのディスカラー、いわゆる象の木って呼ばれてるね、種類ですね。これもね未生から育ててます。結構これも種がね、安価に手に入りやすいのと割とね発芽率はいいんですよ。発芽は結構するので、僕もねよく撒いてるんですけれども、こんな感じですね。これがまあ大体8ヶ月ぐらいかな、経った状態のものです。まあ、これもねディスカラーもね結構気難しいというか、まあ、すぐねこの葉っぱがねこう出てはこう落ちて出ては落ちてっていうのを繰り返してなんか育っていくようなね形らしくて結構ねなかなか安定しないですね。まあ、これは割とそこそこねいい感じに育ってくれていて、まあ、この開根の部分もですね結構まだ掘り返してないんですけどかなり大きくなってきてそうな、ね感じがあります。この辺もそろそろね植え替えかなと思うので植え替えてねちょっとこの開根をね見てあげようかなと思います。続いてこちらは、亀甲竜ですね。亀の甲羅の竜と書いて亀甲竜なんですけども、それのね種からも育ててます。これも結構発芽率はいいのでついついね撒いちゃうんですけども、もうめちゃめちゃね大きくなってます。もうこの土がね盛り上がりすぎちゃってもう完全にこれは植え替えないといけないんですけども、こんな感じでね、元気に育ってくれています。まあ、これも
柱の中でね、この亀の甲羅みたいなものがね、どんどんこう丸く膨らんで大きくなる種類なので、結構ねこれも人気の種類ですね。本当にこれもね種から育てやすいので、おすすめのね種類の一つです。こんな感じでねハート型の葉っぱがねこうねファサファサとつるのように伸びていて、結構ね可愛いんですよね。まあ多分パキポディウムとかセンナとかよりもねだいぶこの、ね、育てやすい、種類だなと思うので、ぜひね未生でねこの、まあ、開墾植物、好きな方はですねぜひチャレンジしてほしいですね。いやこのね柔らかい葉っぱがやっぱ可愛いですね。続いて今日ですねちょっとこの動画を撮ろうと思ったきっかけというか、これを皆さんに見せたかったなっていうのがこれですね。これあのパキポディウムのサンデルシーっていう種類なんですけども、これがね1年半ですね、約1年半育ててここまで大きくなりました。このねパキポディウムの中でもサンデルシーは結構大きくなりやすい種類なんですけども、中でもねかなりよく育ってくれてるのがねこの辺りですね。もうこのねあの幹の部分がもうこのパッツパツ、このまん丸パッツパツにね育ってくれて、もう元気すぎてねこの下から根っこが完全に出てきちゃってるんですよね。なんでこれはもう植え替えなきゃいけないなと思ってねちょっと動画を、撮ったんですけど、まあ、1年半ぐらいでもねこんなに大きくなります。まあ、これは、さっきのねもう LEDだけです。 LED の下に置いてもうひたすらね水ジャブジャブあげて育てたのがねこちらになってます。結構ね、まあ、形としてもね悪くないんじゃないかなと思います。サンデルシーの形としては割とねこう上に伸びすぎず、ちょっとこうねあのぷっくりした状態で、ね、育ってくれてるのでねいいんじゃないかと思いますね。これもそろそろね、まあ、花とかが咲いてくれたら嬉しいなと思う種類ですね。もうこのまっすぐ置けないんですよね、この根っこが出ちゃって。まあこれもね植え替えてあげようと思います。いや結構可愛いなこいつ。続いてはアガベたちですね。もうちょっとこれ手がつけられないぐらいね撒いちゃって大変なことになってるんですけれども、まあ、これは全部アガベのオテロイっていうね、種類の、アガベになってますを、まあ、さっきの 1.5 号鉢にねちょっとギチギチに植えてるんですけど、こいつらもそろそろ植え替えてあげないと大変なことに、ね、なってますね。まあ、この辺はね結構生育がそんなに早くなくってですね、まあ、1年ちょっとは育ってるんですけども、あんまりねまだねこのアガベらしい形してないんですよね。このロゼッタ状に巻いてなくて、こうね、左右にこう分かれたような、2本に分かれたような形に、ね、なってます。で、まあ、ちょっとね成長したものでいうと、まあ、この辺とかですかね。これはちょっとこんな感じでねロゼット状に巻いてきていて、まあ、いい感じのねトゲが出始めてきたかなっていうところですね。まあ、結構ねこのロゼットになるまでが割とアガベ時間かかりますね。本当に2年ぐらい育てても、まあ、これぐらいな形なんで、結構他のねパキポディウムとかと比べるとあの根気がいるというか、ちょっとねあの成長が分かりづらい分ですね、なかなかね忍耐がいるなとね思ったりします。まあ、でもここからがね多分すごい楽しいねところに入ってくると思うので、まあ、ここまでいったらねだいぶこうアガベらしくね楽しめるんじゃないかなと思います。で、まあ、結構これも、まあ、この辺のうちはあんまりこう絞って育てるってよりもやっぱ水をねジャブジャブ上げてあげた方があの成長早いなと思いますね。まあ、そんなにまだ徒長とかを気にするようなね、ところでもないと思うので、もっとね水をあげてもいいなと最近ね思ってます。はい。まあ、大体1年半ぐらいで僕の場合だとね、まあ、こんな形のアガベがねできてきてますっていうところです。あと他にパキポディウムの仲間だと、これねパキポディウムのレウコキサンツムっていう、まあ、エビスワライとね言われてる種類なんですけども、これもね育ててます。これは、去年の8月にねこれ巻いたって書いてあるので、1年ぐらいですね、1年ぐらいでこんな感じで育ってますっていう状態です。これも LED のみの管理ですね。結構ねこの、まあ、レウコキサンツムエビスワライは、ね、だいぶこの丸いね形で育ってくれるので、この状態可愛いんですよね。すごいぷっくりしてるので、あのグラケリスとかカクチペスとかね他のサンデルシーとかに比べて結構ねあの育ってて楽しいね種類だなと思います。こんな感じで上の方からね葉っぱがわさっと伸びてくれていて、まあ、ちょっとこの脇芽とかねこういったところからまたねどんどん成長していくっていうものになってます。はい。まあ、1年ぐらい育てた、このレウコキサンツムですね、エビスワライはこんな形の状態です。まあ、それじゃあねちょっと根がパツパツだったものにね関しては、まあ、いくつかねちょっとピックアップして、植え替えてねあげようかなと思います。まあ、まずはこの
サンデルシーですよね、まあ、これはもうちょっと確実に植え替えてあげないとかわいそうな感じになっているので、よいしょ、はい、こんな形でもうめちゃめちゃ根っこ張ってますね。ギチギチに張ってます。いや本当に白いね、健康的な根っこでね、安心しました。そしたら、まあ、ちょっと鉢底石多めにね入れてあげて、まあ、その上からもこんな感じかな、ちょっとねこの幹の部分を地中に半分埋めるぐらいの感じで植えてあげようと思います。まあ、土はね前ちょっと別の動画でもお話ししたんですけど、まあ、ヒューガ土と、まあ、軽石が多めですね。あとちょっと赤玉を入れて、まあ、めちゃめちゃ水はけを重視した感じにしてます。まあ、結構もうこれぐらいの大きさになってくるとある程度ねこの水も絞ってあげた方がね形きれいになるんじゃないかなと思うので、ちょっとね水はけ良さめなね土ですね。でザクザクザクとこの土がねしっかり噛むまで割り箸でよいしょ押し込んであげます。まあ、ここをねしっかりね、押さえてあげないとまたねこの株が途中でねずれちゃったりするので、しっかりねこんな感じでよいしょ土を固めてあげます。で最後にこの化粧砂ですね、この、この僕瓦のものを使ってるんですけれども、この化粧砂でよいしょ上からしっかりねまた株を押さえてあげて、はい、こんな感じで完成ですね。だいぶこのね、サイズに合った鉢に植えられたんじゃないかと思います。今までは本当にこれでしたからね、ここにこれが埋まってたんで相当ね無理をさせたと思うんですけれども、まあ、これでまたね、ニョキニョキ元気に、ね、育ってくれればいいなと思います。あとこいつもかな、この、サンデルシーもねそこそこ大きいので植え替えてあげようかな。なんかいい鉢あるかな、まあ、ちょっとねここで宣伝なんですけど、あの僕がねこの東京ボタニカルシリーズ作ってる鉢ですね、このパイプシリーズがあるんですけども、まあ、それをねちょっと新バージョンというかねちょっと長めのこのパイプでこのね、金彩が入っているちょっとかっこいい感じのこのパイプですね、これのロングバージョンね今回作ったので、ちょっとここで告知しておきます。概要欄からね、見れるんですけれども、まあ、このね東京ボタニカルライフシリーズで、まあ、このねパイプの鉢、このね、陶器のものだったりとか、あと最近はねこの 3D プリンターで作ったものとかですね、こういったものも、ちょっとね販売してたりするので、もしね気になる方はね、概要欄の方から覗いてみてください。これもねめちゃめちゃかっこいいと思います。このパイプをイメージしたこのね、羽の部分とここのね、下の溝の部分ですね、これをサクブロカンパニーさんというね、職人さんが一個一個ね作ってくれているものですね。めちゃめちゃ気に入ってます。これも何を植えようかねちょっと悩んでるんですけど、まあ、ちょっとこれにはまだでかいかなと思うのでこれちょっと置いておきます。宣伝でした。はい、これも化粧砂敷いてこんな形ですね。まあ、やっぱりこの化粧砂敷くとねだいぶ締まってかっこいいですよね。はい、完成。続いてちょっとこれがねどうなるかっていう感じなんですけど、亀甲竜ですね。亀甲竜がかなり多分これみちみちに詰まってるので、よいしょ、しっかりこれね植え替えれるかな、無理に引っ張れないんですよね。もうこの裏側からちょっと押してあげて、はい、こんな感じでね取れました。いや一個一個の開根がもうね結構でっかいですね。ちょっとねこう根っこが柔らかいのでしっかりねちょっと優しく分けてあげなきゃいけないんですけど、よいしょ、こんな感じでちっちゃいジャガイモみたいなこれね、開根がもうついてますね。これが亀甲竜の苗です。本当はこんなにちょっとねあのギチギチに植えちゃいけないんですけど、まあ、ちょっとね小スペースをね、優先してっていう形で植えてました。まあ、ちょっとこれからねもうちょっと広々育ててあげようと思います。はい、ちょっとこんな感じで個別で1号鉢に植えてあげてっていうね形ですね。いやここからねまた大きなね開根作ってくれたら嬉しいですね。とこれも抜いてみましょうか。パキコールムディスカラーのね、象の木ですね。よいしょ、これも結構開根が大きくなってそうな気がするんですよね。うわ、結構これはでかい。あのちょっと見えますかね、こんな感じでもうすごい大きな開根がねできてます。いやーこれ結構まだそんなに時間経ってないんだけどすごいな。ディスカラーもねちょっと根っこが繊細なのであんまりこれ崩したくないんですけど、こんな形ですね。このちっちゃいやつでも結構ねこれぐらいの開根がねできてますし、よいしょ、まあ大きいやつだとね、はい、こんな形ですね。結構もうだいぶいいね、開根が育ってきてると思います。まあ、これだったらちょっとねこう根っこの部分を上に出してあげて根上げした状態で植え付けてあげても可愛いんじゃないかなと思います。
こんな感じで植え付け完了です。ちょっとだけねこの開墾部が上からね見えるようにして開けました、まあ、本当はねどうかなこれ剪定とかしてあげた方が詰まった株になるんじゃないかなっていう気もするんですけど、もうちょっとねちょっとこのまま泳がせてみようかなと思います。はい、いやでもいい感じですねこれも。はい、というわけで今回は、このね1年半経った状態での、僕の未生の子たちのね成長記録ですね、ちょっと話をさせていただきました。もうこんだけ大きくなるのがねすごいなと思います。結構ねいい感じに育ってきてくれてますよね。まあ、なのでね、これから未生始めようとかね実際未生してる人はね、ぜひ参考の一つとしてね見てもらえると嬉しいです。まあ、結構ねもうほとんどもう本当にここにある株に関してはね LED だけの管理してるんですけども、さっきね紹介したね LED だとかなり調子がいいので、十分ね、問題なくこんな感じで育ってくれると思います。まあ、これもね、でっかいビニールハウスとかねあればねまた話が違ってくると思うんですけど、ちょっとねさすがにそこまでは管理しきれないので、このね LED 使って部屋の中で管理をしてるっていう感じですね。はい、まあ、でもねそれもすごくね、楽しいです。いや結構ねいい感じの形になってきたよね。いやここまで来るとねだいぶ親心というかね愛情が、またね一つね湧いてきますね。いや嬉しいな。はい、まあ、こんな感じで、今回のね東京ボタニカルライフは未生についてね、経過報告ということで1年半の状態で、こんな感じですよってお話をさせていただきました。はい、この東京ボタニカルライフはですね、連載の企画になってますので、もしこの動画が気に入っていただいた方はですね概要欄の方から他のシリーズもね、ぜひ見てもらえると嬉しいです。たくさんねこの植物についてこうやってね、語っておりますので、ちょっとね時間があったら、ぜひねそこで見て、癒されてもらえると嬉しいです。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの堀口でした。バイバーイ。